はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。今日はね、前回に引き続き、検出器の解説をしていきたいと思います。今日は、チェレンコフ検出器についてです。過去の動画でね、チェレンコフ孔について、少し、話したことがあると思いますが、今日はもう少しね、詳しく説明したいと思います。本当はね、数式は使いたくないんですけども、チェレンコフ孔の説明をするには、ちょっとどうしてもね、ちょこっとだけね、数式を使わないといけないんですけども、高校2年生の、数学の知識があれば、理解できる話ですので、今日はそれを使いたいと思います。それではね、いきたいと思います。はい、まずね、チェレンコフ孔についてなんですけども、まず相対性理論の話なんですけども、真空中ではですね、質量を持つものは光速、光の速さ、ね、を超えることはできないんですね。はい。ちなみに光速は物理学ではこの C と書きます。はい。ところでね、物質中には屈折率というのがあるんですね。屈折率は N で書くんですけども、そんなね、物質中にね、光が入ると、光の速さは、光速 C を、N で割った、値になるんですね。そうなると、物質中だと、荷電粒子がですね、光の速さ、この物質中での光の速さを超えてしまうことがあるんですね。超えちゃいけないのにね、超えようとする。その時に、超えようとした速さの分、光を発生させて、エネルギーを放出しようとするんですね。その光がチェレンコフ孔です。その光がチェレンコフ孔にあります。で、これは、ジェット機が、音速をね、超えたときに発生する、音の衝撃波と似たような、現象ですね。で、そして、荷電粒子の速度を、V としましょうと。ここに、ね、相対性理論の、ね、でね、このベータっていう値をよく使うんです。ベータの定義は、その荷電粒子の速度、粒子の速度を光速 C で割った、ものなんですけども、なのでね、荷電粒子の速度をベータ C って書くことができるんですけど、これよく相対性理論で使うベータっていうのがあるんですけども、このベータっていうのが、相対性理論で非常に重要で、物質のね、速度が光の速度に速いときに、光速に近いときのね、理論が相対性理論なんですけども、逆に言うと我々の生活だと、例えば人が動くとか、車が走るとかね、そういったものは光速と比べるととても小さいですよね。だって、速さを、人が歩く速度をね、光速であるとか、車のスピードを超えて高速であるともうほぼゼロですよね。はい。ベータの値ってほぼゼロですよね。そういう場合は影響を無視できます。ちなみにそれが、ニュートン力学ですね。はい、ちょっと話をね、ちょっと戻して。それでチェレンコフ孔が発生する、条件というのは、荷電粒子が、物質中の光の速さを超えることなので、荷電粒子の速度はベータ C で、物質中の、光、光速の速さ、光速、ごめんなさい、光速の速さっておかしいね、光速ですね、は、n 分の c になるので、こうなりますね。はい。そして、チェレンコフ孔はですね、粒子の進行方向に対して、コサインシータが、n ベータ分の1方向に放たれると。こうですね。はい。図で書くとこんな感じですね。はい。ここがスタート地点だとしましょう。で、スタート地点でこうやってチェレンコフ孔の光が出ると。はい。で、こうやって少し進んだところでも光が出ると。こうやって。で、さらに進んで光が出ると。進んで光が出ると。はい。というのを繰り返しています。そしてね、この衝撃波
の波面っていうのは、まあ、円錐型になるわけですね。こうなるわけです。はい。で、荷電粒子がね、ベータ C だけ進んだとしましょう。すると、ここの距離っていうのは、C 割る N と、になります。はい。で、その時のね、ここの角度、ナス角を θ とすると、この cosθ は、CN をベータ C、CN を、まあ、ベータ C で割った、値、つまり、1割る1、N ベータ分の、1ということになりますね。はい。それが cosθ になりますね。このね、図を見るとね。それではね、ここでチレンコフ検出器の代表的な例をね、挙げようかなと思います。それはスーパーカミオカンデですね。スーパーカミオカンデはニュートリノの動画で、少し話しましたね。概要欄にニュートリノの動画のリンク貼っておこうかなと思います。あとね、今は SKGD になってるんですけども、まあ、それは一旦置いといて SK の話をします。まあ、SK は、まあ、5万トンの、水チレンコフ検出器で、タンクの中にね、1万本以上の PMT が設置されています。前にね、ニュートリノの動画で話したんですけども、SK にやってきたね、ニュートリノが稀にね、原子核や、まあ、電子と反応して、荷電粒子、つまりね、電子やミューオンを出します。まあ、それでね、この荷電粒子によって、放出された、このチェレンコフ光、これですね、チェレンコフ光、これを、PMT で測るわけですね、検出するわけですね。で、まあ、電子とミューオンで、チェレンコフリング、このリングのね、形がね、異なるんですね。なので、どの荷電粒子が来たか、まあ、つまりどのね、ニュートリノが来たかってわかるんですよ。で、まあ、電子は軽いんで、水中で散乱するんですね。なので、リングが、まあ、散乱してリング作るので、リングの形がぼやけてしまうんですね。一方で、ミューオンは、電子よりも重たいので、散乱せずも比較的まっすぐ飛ぶんです。なので、くっきり綺麗な、リングになります。で、ちなみに、水の屈折率っていうのは1.33なので、この、さっきの、ね、式を、ね、使って計算してやると、まあ、この角度ですね、はい、進行方向に対するこの、まあ、リングの角度、これで大体42度になります。はい。まあ、以上がね、スーパーカミオカンデをね、例にしたチレンコフ検出器です。まあ、他にもね、実験によって様々なチレンコフ検出器があります。まあ、例えば、ベルズ2実験とかだと、まあ、交通や、エアロゲルを使った粒子識別検出器がありますよね。はい。まあ、他にもね、いろんな、種類があると思うんですけども、まあ、代表的なものはそんなんじゃないかなと思います。はい。それで今日はですね、チレンコフ検出器の基本的な仕組みを話してきました。実際の実験も、まあ、ベースは一緒なはずですので、この動画でしっかりとね、理解してもらえればと思います。まあ、それでは今日はね、これで終わりにしたいと思います。では、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思われましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。何か解説のリクエストがあればコメント欄の方までお願いします。それでは次の動画をまたお楽しみください。